キリストイエス様、今日の礼拝をありがとうございます。作られたすべてのものは作り主なるあなたを喜び褒めたたえています。神は愛である。この賛美の中、神の愛が作られたすべてのものに全地に満たされたことを信じます。神は愛であるとは最高の信仰の告白、そして最高の賛美だと思います。神は愛である。この愛がここに全地に満ちますように、そして全地にあなたの癒しがなり、あなたの平和がもたらされますように。今日の礼拝をあなたの御手に委ね、主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。神は愛であるという賛美をしていると、なんか
しんしんと迫るものがありますよね。なんか私たち作られたものすべては本当に知りたいもの、欲しいものが、なんかこの神の愛、絶対の愛なんじゃないかって、いやそれがあるんだよって、あるんだよって、あなたにもあるんだよって、あなたはこの愛を受けるために作られた、そして今存在している、この愛に生きてほしい、なんかそんな神様の願いを感じるような気がしました。ヨハネはここに愛があると語りました。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。Oh, yeah.
このプロジェクターだけつけといてくださいね、ここの部分ね。神様は私たちの人間の罪のために罪のない御子を贖いの供え物としてお使わしになった。これは殺させておしまいになった、十字架に死なせておしまいになったっていうことですよね。私はここをイザヤ53章と共にですけど、ここをこう思うとき、いつもあるイメージかこのシーンがね浮かんでくるんですね。で、昨日夜またこのシーンを思い出したって、今まできっと何度も語ってきたし書いてきたことなんですけど、川に溺れる子供の話です。流れの激しい川の中で子供が溺れているのを 見つけた人がね、自分の子供にね、あの子が溺れかけてるから助けに行ってあげなさいって言って、子供を 川の中に飛び込ませて行かせるんですよね。そしたらその息子は子供を抱えて、もうやっとの思いで岸に連れてきて、その子は救い上げられるんだけれど、助けた方の息子さん自身は水に飲まれて亡くなってしまった。で、その時にね、助けられた子供やその子供の親がね、頼んでもいないことをね、別にこんなことしてほしくなかったと、ありえないですけど、そんなことを言ったら自分の息子を差し出した側の親はたまらないでしょ。神様の御子を送られた十字架ってそこまでのことなんだって、なんかそのシーンだったんですね。そして昨日の夜はそれの続きがありました。父親はね、子供が死ぬことも命がけで助けたのに、助けられた人がありがとうも言わない、頼んでもいないことをやってくれたとしか言わない、それを承知で子供を川の中に飛び込ませたって。神様と御子イエス様の十字架との関係ってそんなでしょう。今でこそ私たちはそれでも十分じゃない、十字架の感謝をしてますよね。もう全ての感謝はこの十字架が来るって。でも私たちが神を愛したのではなくて、神の側が先に愛してくださって御子を差し出してくださった。だから私たちは今こうして生きてるんですよね。この一番最初のところにね、神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださったって。私は生きるってどういうことかわからない、もう生きてもいないから死ねないって、もうそれが口癖だったんですよね。でも彼によって、キリストによって、その十字架によって、人は初めて生きる。私は人は初めて人となるとまで思っています。だからなんですよね。この生きて生きたくないとか、生きるのがつらい、関西弁で言うと生きるのがしんどい、こんなのはこの御子を十字架につけさせられた神様の願いを本当に踏みつけにしてしまう、拒んでしまうことでしょう。でもそれを分かって御子を十字架に死なせられたという、そこまでの愛を私たちは信じる。その時に私たち生きますよね。生きる、生きる。神様は生きてほしいんですよ。この愛によって生きてほしい。で、
先月のね、癒し礼拝の時にはもう本当に神は愛であるという言葉と一緒に迫ったのが、神は愛であるということを本当に知ったら癒されてるという言葉でした。だってね、いいことをしてくれたら、嬉しいことがあったら、ああ本当に神様は愛だわって、で願い通りのことになったら、ああ神が愛だと分かるわっていうのに、いざ全く反対のことが起こってね、もう辛いことや嫌なことばっかりだったら、それでも神は愛なのって、愛なんかどこにも見えないって、つう人は否定的なことを言ってしまいますよね。でも神は愛です。だから神が愛であるということを本当に知ったら、これは神があなたを愛するあまりに御子を死なせられたということを、十字架を信じるならということになりますが、癒しはもうなってる。なんかやっぱりね、神は愛であるっていうことがこう人事だとか、聖書に書いてあるから信じるとか、その次元ではね、このそこまでのことがわからないんですよね。神様のあの命がけの愛っていうか、拒まれ否定され罵られることが分かっていても、黙々と十字架に疲れたあの御子イエス様の思いを知るなら、あなたは癒されているし、愛に、愛の中にある、ありますということなんです。この神は愛であるということを本当に知ったら癒しはなってるという証の一つとして、あの関東の伊藤雅子さんのがんの和解の話をしましたよね。そしてその後からです、神は愛であると重なるようにして聞こえる言葉が来ました。それが私は神であるでした。スムデウスとなっていますが、この賛美があります。この賛美はもともとはイザヤ53章が歌われている時にこの聞こえてきた言葉でした。しかし神自らが私は神であると言ってくださる、なんかすっごいことだと思いませんか。なんか私は神である、私の他に神はない、私はこれをも本当に知ったら、もう全てはなっていると信じています。もう癒しはなり、許しはなり、愛はなるです。では、スムデウス、私は神であるを賛美します。
これは、かなり前に与えられた賛美で、私は神であるに神は愛であるを続けていたのもやっぱりその時からなんか、ね、語られていたんでしょうね。ではこれの日本語の方が、いやなんかこの日本語で私は神であるというね、これはなんか日本語で歌いたいっていうか、なんかこう日本語が誰かが歌ってるような気がしてなったんですけど、なんと私はというのがね、ものすごく強いというか長い音がどっこも出てくるんですね。私はこの神が、やっぱりもう他のものではないっていう、この神は私はっていうのがなんか本当に強調されているのをね聞いて、私は神であると、神様が一人一人に言ってくださっていて、それを受け取るときにもう神様が願われていることですよね。それを信じてなることはもうなるんだと受け取ってくださいね。これは一般的にね、私は神であるって言われてるんではない、あなた一人のハートに向かって私は神であると言われているんだと、言ってくださってるんだと受け取ってくださいね。いきます。私は神、私は神である。なんかこの一言を聞いていると、なんかこう内に迫るものがありませんか。あ、この神に私は出会い、この神に見つけ出され、許され癒され生きてるんだって、なんかその喜びがとか力が湧いてくる。この神はね、愛であるっていう時もね、こんな辛い目に遭わせるのが愛なのって、人の肉はね
すぐにそう言わせてしまうけれども、神についても同じようなことが起こります。私は神である、キリストは神である、それしかないのに、目の前の痛みや悲しみや不安や恐れがあたかも神であるかのように自分のうちで大きな場所を占めてしまって支配されてしまう。もうその時には私は神であるって、もうここには他の何者も入る余地はないんですよ。この今私は神であるっていうところをね、賛美しましたけれども、イザヤ46章にあるんですけどね、私は神である、私の他に神はない、私は神である、もう一回言うんですよ、私と等しいものはない、私に代わるものはないって神様は言ってる。私に代わるものはない、私が神であるという方を神としていたら、本当は全てのことはなるんですよね。全てのことの答えはここにある。でもついつい私は自分の心配やこうあれをこの時までにしてしまいたい、そのことをなんか神の座に持ってきてしまって、私は神であると言われた時に全てがなる、それを忘れてしまうでしょ。神以外のものを神としてしまう。でも私は神であるということをこうしてここで私たちが告白する時、私はあなた以外のもの、神以外のものを神とはしませんって告白していることと一緒ですよね。だから神様はね、今改めてそれを願っておられるような気がして仕方がない。この宇宙礼拝が開かれて、根こそぎの癒しとか時を超えた癒しがこう進んでますよね。何かこのその癒しの総仕上げとして、神は愛であると、私は神であるというこの2つの、ね、御言葉がね来てるような気がして仕方ないです。そして思いました。私が神であると言われる方を神としていない時、もう恐れや心配や病のことや家族のことや心配も、そんなことでこう自分が翻弄されてしまっている時ですよね。すぐ戻ればいいんですよね。私は神であるという方のところに戻る。どんなふうにして戻るかというと、もう静まる、まず静まる。でも静まるっていうの、一番の静まっているのは礼拝ですよね。あるいは礼拝、あるいは賛美する、あるいはそれもできない時にはもう感謝する。もうこの心配で心配でたまりませんって、どうしようもありませんって、礼拝どころじゃありませんって言ったら、礼拝できないことも感謝、静まれないことも感謝。そうした時に感謝はもともと十字架から来るから静まります。そして神を神とする、神のところに戻ってくる、礼拝の中に戻ってくるということですよね。だから神様はもう道を、ね、教えてくださってるんですよね。さて今日は、私は一人の人と出会ったことをね、お話ししたいと思っています。もう出会ったといっても声も聞いたこともないし、お顔も知らない、もう17年前に亡くなっている方ですが、この方の話を聞きました。西島秀樹さんという方です。事の発端は先月の癒し礼拝でした。癒し礼拝、結構初めての方、祈ってほしいという方がたくさんおられたのを、ね、見ておられた方も多いでしょう。でその何人目かか、大きな男の人2人が来られました。で2人ともこの祈りのリクエストカードにね、母のがんを癒してくださいと、それだけしか書いてないんですよね。それでここへ来られて、主がおられる、もう主の癒しのことなど、ちょうど癒し礼拝でしたから話していましたから、すぐに主を信じますと祈られて、そして洗礼も受けられたんですが、
私はこのお二人を見た時、なんかね、すっごく不思議なものを感じたんですよ。不思議としか言いようがないんですけれども、そのリクエストカードが「あのがんを癒してください」って、それは子供さんがね、そういうふうにされることや家族が言ってこられることを今まで何度も見てきたんですけど、何か違う、がんの癒しを願われてるけれども何かもっとあるんじゃないかしらっていうような思いが湧いてくる。それで「お母さんはどこですか?」って言ったら「ちょっとあっちの後ろの方におります」とか言って「じゃあ来てください」って言って、スタッフがね、「あの方は洗礼も受けておられる人です」とか言うんですけど、でもどうしても今という祈りの時に祈らなくちゃいけないと気がして、ここへ来ていただいて祈りました。まあ、不思議なことに、本当に後で聞くとね、2週間くらい前に初めて来られて洗礼を受けられた方だったんですけど、これが西島靖子さん、奥さんです。ですけど、私はもう何年もここの街道で一緒に礼拝しているような不思議な気がしました。そしてお母さんも祈りました。でも、あとは次だったんですね。でも、なんか不思議だなって、あの人の癒しの時にはお母さんの癒しを祈ったけれども、たくさんの人のことを一緒に祈ったな。いや、それだけじゃないって、たくさんの人が私と一緒に祈ってくださってたよなって、こんな思いが来るんですよね。で、洗礼の時もね、もうなんか特別な喜びがあって、でも最近は洗礼の時にもう亡くなったお父さんとかお友達とかが連れてこられて、一緒にね、それを喜んでおられるということを何度も見てきましたから、まあそういうことかなと思ったり、しかしなんかそれでもなお何か違うものがあるって、お母さんの癒しを祈っておられるけれども、それ以上のものを何かあるんだみたいな。わけわからないけれども、まあ、不思議な思いがして、その場は終わりました。そしてそれから約1週間後ぐらいですかね、電話当番が私のところに飛んできてくれました。「ねえ、美津子さん」って、礼拝のあと2人の男の人とお母さんを祈ったことを覚えてますかって言って、本当そこでもうはっきりと思い出したんですよね。覚えてるよって、お母さんのがんがね、翌日病院へ行ったら、まあ、特別な先生が見てくださって、がんが消えたそうですって言ってね、言いました。で、私はわあ、それはもう本当に嬉しいし、主がしてくださった癒しでよかったと思いました。だから詳しく証しとかに書いてほしいからね、知ってるスタッフを探して電話してもらったんですね。そしたら、本当はがんは消えたんではなくて、その特別ないいお医者さんがね、そのいい治療法があるということを教えてくださったということだったらしいです。でも、このことがきっかけになって、ご主人のその西島氏のことをね、秀樹さんのことを知ることになりました。この方はある宗教の、教会のようなところをしているところの家に生まれて育った方でした。ね、このある宗教もね、言ってくださっていいって言われたんですけどね、もうやっぱりちょっとやめときます。でも有名な大きな宗教団体です。その宗教の家に生まれて育ったって。そしてそうなんですが、もうずっとずっとね、ここではないって、本当の神があると、本当の神が必ずあるはずだと探しておられたと言うんです。で、まあ、病になられたんですけど、がんになられたんですけれども、その時なのか、あるいはその前からかもしれませんけれどもね、私が死んだらこの宗教はね、この代で終わりにしてほしい、
ってあの世に行ったら本物の神様が必ず分かるから伝えると言い残されたんだそうです。そして、奥さんも子供さんたちもここに来られてイエス・キリストを信じるものとされました。で私はこのご主人がね本物の神を探し続けたってあれほど探し続けた人もいないと思うと言っておられました。私が聞いて覚えているのはね天はね本物の神を伝える人をね地上に送っているはずだって何人もいるはずだってどうして会えないんだろうとか そしてこの今の自分のしてる信仰宗教ですよねそこでいう私たちでいう洗礼のようなものをね受けてもちろん受けておられるんですがそしてその宗教を継ぐことになっていたはずだったんですが、まあ、がんになられたその時その宗教のね本部の人たちはねあなたがこの宗教を継いだらがんは癒されると言われたんだそうです。でもご主人は堅くなにそれを受け入れなかった必ず本物の神がいるって、まあ、それがキリストだったんですがさて本当に私はこれを聞いた時にねなんか天と地を一つにした礼拝の時が本当に生きてるんだって人はこの天と地が一つにされたこの宇宙礼拝を待ってるんだって思いました。でもやっぱりどうしてこの本と本物の神をね伝えるといったご主人の言葉が子供さんたちの上に子羊の群れの教会でなったのかということはどんなふうにご主人が伝えられたのかというのはもう私のすごく知りたいところだったからお電話したんですね。そしたら直接夢に現れるとか声を聞いたわけではなかったんだそうです。親しくしている方がいてリトリートに一度行ってそしてそれからなんか YouTube でもう3年間ですかね礼拝をね聞き続けたってそして癒されて分かりましたって、まあ、こんな答えでした。もうこいつの俺だと分かったってね。で私はそれを聞いた時にこのご主人が探し求めておられた神は、まあ、子羊の群れの礼拝にあったんですけど子羊の群れにおられたんですけどねそれはこの私たちが神を神とする礼拝霊と誠の礼拝をもう神の願われるより神の願われる霊と誠の礼拝に近いものを捧げたいと願い捧げてますよね。このそれを西島氏はね願われたんではないかってさらに言うとそれはこう宇宙礼拝に表されるんですけれども宇宙礼拝を待ち望んでおられたのではないかって宇宙礼拝で礼拝されるキリストをね探しておられたのではないかと思いました。でこのご主人の言葉の中にはねなんかいつも自分にはね、悲しみがあるってっていうようなことを言っておられたと聞きました。それはいわゆる感情的な悲しみではなくてイザヤで、まあ、この後歌いますけどイザヤが
いう悲しみの人で病を知っていたという、この悲しみの悲しみだと思います。だから何かこう私もね、ああこの後悲しみの人がおられたんだと実は思いました。そして、最後にお電話した時でしたかね、驚くべきことを、さらに驚くべきことを聞きました。高校時代にキリスト教の洗礼も受けていたんですという話でした。まあ本当に実は本物の神に出会っておられたのに、分かっておられたのか分かっておられなかったのかもしれない。本物の神がもうねすでにおられますから、うちにその神が、この今の宗教ではね、おうちの宗教ではとても満足できない、違うという思いを抱かせ続け、私は神であるという方のもとにね、主人をね帰らせてくださったんだと思います。だからでしょうかね、お会いしてもいないのに、はあ、この人とお会いしたっていう気がする。そして共に主のために働くんだっていうような思いがしています。不思議ですよね。私はエペソに書かれている神のご計画ですけどね、天にあるもの地にあるものことごとくキリストにあって一つにせしめられる。神のご計画というのはこれですよね。だからこの癒し礼拝の3日前にこの話を聞いたんですけど、天は地とともに礼拝したい、働きたいと切に願っておられるような気がします。まさに天と地の礼拝です。そしてね、これは想像ですけど、この西島氏が天に帰られた17年前って言ったら2000年、私たちに天の賛美が与えられた時ですよね。その頃はまだそこまで気がついていなかったけれど、天と地は一つとされた礼拝に向かって群れがやっぱりガクーンと方向を変えた時だったんですよね。なんかここにももしかしたら西島氏は働いておられたのかもしれないとまで想像してしまいました。一人ではないって、この全ての作られたものと共に礼拝する、これこそこの私は神である、神は愛であるということが分かったもののなんか印ですよね。私は何かこう時がこの天と地を一つとした礼拝、霊と誠の礼拝、自由礼拝に向かって進んでいると思わざるを得ないです。この宇宙礼拝の中心に十字架があります。この十字架はピーター先生が言われますが、賛美と感謝ですよね。イザヤ53章の前半を賛美しながら、そして賛美隊はスムデウスをこの中に挟んで賛美します。それでこの神様が願われる礼拝、その礼拝の中でなされる癒しを祈りたいと思っています。そうだ、ちょっと話はそれますが、6月の4日のペンテコステ礼拝の後、いつものようにここでグッズの祈りを、ハンカチやグッズの祈りをするときに、あれって
この礼拝の中でね、何かドラマティックな癒しがなってたんですけれども、もう忘れてしまいましたっていう話をしたんですよね。何がおかしかったのか、皆さんドアッと笑われてね、そうかって、もう癒し、何が癒されたかなんてね、もう忘れ、私が忘れてしまったって笑い飛ばすほどに、その癒しを信じることが、受け取ることができるんだって言って、なんか私も嬉しくなったんです。でもその時一言付け加えたんですよね。もし思い出したら癒し礼拝に話しますって。そしたら本当にギリギリになって思い出しました。それでそれをただその4日だけのことではなくて、この癒し礼拝でも主が願っておられることだと思って、お話ししておきます。作ってもらいました。私のコーリングは喜びであって、この解き明かしが来たんです。怒ってる人への、怒りをね持ち続けている人に、これをね、怒っちゃいけないよという意味ではないんですよ。怒りを持ち続けて苦しい人に、何かがあったらパッと怒りから反応してしまう人に、そしてその怒りをね受けたくもないのに受けざるを得ない人にへの癒しでした。そしてドラマティックと言ったのはなったからなんですよね。もうなったと受け取ってくださいね。私のコーリングは喜びである、愛に呼ばれたのだから、怒りに呼ばれたのではない。本当はね、怒りではないだったんですけど、ちょっとわからないから入れました。怒りに呼ばれたのではない、新しい時に新しい喜びが満ちる、新しい怒りが満ちるのではない。怒りに飲まれるな、賛美に飲まれなさい、感謝がある。賛美に飲まれるとは、感謝の喜びに生きること。自分のうちに感謝の喜びが満ちるとき、人のうちにも喜びを満たすからである。なんか嬉しいでしょ。私はなんかその日、よっぽど怒ってる人が、あるいは怒る人に出会う人がねおられるのかなとか思って、まあ、実際そんな話も聞いたんです。本当にと言って、その時はだからびっくりしたんですけど、これがみんなに、神様が呼ばれてるというのは、こんな礼拝に呼ばれてる、あなたに呼ばれてるっていうことなんですけど、今日御声を聞いたならの賛美の時なんですけど、今日御声を聞いたならは歌わないけれども、礼拝始まる前にちょっとおトイレ行こうと思ったら、そこがあんまりいっぱいだから、あっちへ行ってね、とっことっことっことこ祈りながら歩いてたんですね。そして今日は本当にもうここをね、癒していっぱいに満たしてほしいと、もう主よ、あなたの癒しが欲しいって言ってね祈りました。そしてあなたの愛が満ちますようにと思い、そしたらね、なんかいつも同じこと祈るねって、それ困りますかって、いやそうじゃないよってね、癒しはなるよって言ってくださったの分かったんですけど、もう一つ私の願いを祈らないかって言われた気がしたんですよね。で、それはね、主の願いって、私の働き人が欲しいだったんですよね。私の働き人が欲しいって、私の集会をしないかって、なんかそれをね祈らないかと言われて、でもなんかそれをねのっけからここで言うのはちょっと思って控えて、やっぱり言ってしまいましたが、まあ今ですね。私のコーリングは喜びである、愛に呼ばれたのだからって、私自身この願いに応えたいと思った時に神の愛を知りました。普通ね、ああ神の愛を知ったら、ね、神の願いに応えるんだろうと思いますでしょう。そうではなかった。神の願いに応えたいと思った時に神の愛を知りました。でも一番の、ね、癒されてほしいというのは、怒りに飲まれるなって。でちょうど近くの国がミサイルを3週続けて打ち上げた、その時に当たっている時でもありました。私は各国のリーダーたちが
怒りに飲まれないように、代わりに賛美に飲まれるのが私たちが礼拝をし賛美し、ね、たらいいんですよね。で、先ほどのイザヤ46章の私は神であるの続きをね、ちょっとイザヤ53章の前になりますけど、もう一回言っときたいところがあるんです。私は神である、私の他に神はない、私は神である、私と等しいものはない。その次、これは46章の次10節です。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う。私の計りごとは必ずなり、我が目的をことごとく成し遂げると。私は神であるという方、この方をね、本当に神を神と信じるとき、神の計りごとはなる、必ずなる、我が目的をことごとく成し遂げる。私はこれが今私たちに示されている、作られたすべてのものが私は神であるという方を礼拝する、宇宙礼拝を指していると思っています。でもこの先、この宇宙礼拝を通してなることがまたこのここに書かれているね、ものとして示されるかもしれませんが、今は全地が礼拝とされる、賛美とされることをイザヤは語っていたように思います。そしてこれがこの先ほど話した西島氏がね、願っておられたことのような気がします。このためになんか共に働くだと思います。では53章いきます。Thank you.
日本語のイザヤ53章の中にスムデウスがこう賛美されてたんですが、聞こえましたかね。私は神であると、神は愛であると、この両方がやっぱりここから、ね、流れてて、この誰が我らの聞いたことを信じ得たかっていうのは、当時イザヤが人々にするときにね、絶えずこの一節だけはいろんなところに入れてたんじゃないかと、一番最初にこの賛美が与えられたときにはこう区切り区切りに入ってたんですね。それを今日もなんか久しぶりに聞きました。でそれはもう一節一節でしょ、誰が我々の聞いたことを信じ得たかって、私ですってね、私は信じましたって、主の腕は誰に現れたかって、私ですって、なんかそんな風にこの、ね、応答をねしてほしかったのかな、ね。主が本当にこんな姿になって、こんなひどいことになって十字架につけられました、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自らですよ、懲らしみを受け、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。もう本当にここにキリストの十字架の癒しがそのもの現れてますよね。賛美隊は、ラテン語を歌ってください。ちょっと小さめの声で歌ってもらって、皆さんは、今日は何かもう神様の特別な癒しがもうすでになってるんです。実はね、もうすでになってる、でもそれが表されるように、そして思いつく限りのあの人のここを癒してほしいというのを、この賛美の中で祈ってください。で、共に賛美したいという方はこのラテン語ですので、それで賛美してください。そして途中から私も祈ります。
キリストイエス様、あなたの十字架を感謝し、あなたの完全なる癒しを信じます。朝から心が重い、心が痛い、体を引きずるような思いでここに来られた方に、私は神である、そしてお前を愛している、愛であると聞こえました。癒されているのです。目の前の症状がどうであれ、癒されている、癒されていることを信じてください。それは私は神であるという方の言葉を信じることでもあります。目がかすむ、目が見えにくい、時には顔が痛むという人に癒しが行きました。本当にはどういうことかわからないんですが、顔の癒しをなすと聞こえました。顔にある痛みや問題を主は癒してくださったのだと信じます。そして関節が痛い、筋が引きつる、体中に痛みを覚える人に主の癒しが行きました。私は神である、私のところに戻りなさい。これは愛に戻るということです。主よ、ありがとうございます。髪の毛を癒そう、そしてがん持っておられる方に、手術はしても再発を不安がっておられる人に、私が王だと聞こえました、取ってくださったということだと思います。主よ、ありがとうございます。内臓なのかどこか分かりませんが、黒い塊があって、命が吹くかもしれない。傷んでおられる方に、病んでおられる方に主の御手が行きました。私はこれは主にしか癒せない病だと思いました。主を癒したまえ。そして血液に、内臓の一つ一つに、腎臓に、肝臓に、心臓に、肺に、なんかいやもうすべての内臓に来ました。ご自分のことだけではなくて、ご家族のことだけでもなくて、たまたまその病のことを聞いた、あなたが聞かれたその人もその癒しに預かっています。主よ、ありがとうございます。そしてもう一つ、
癒しがあります。私は言われていることがさっぱりわからない、そう嘆くものよ、分かりたくもないというものよ、感謝があるだろうでした。分からないなら感謝、分かりたくなくても感謝。あなたの理解によらず、事実としてキリストの十字架はあるのです。十字架はそのあなたのためにもなってるのです。どうか主を信じ、主の十字架を喜び、主の癒しを受けてください。主をありがとうございます。あなたの癒しを信じ感謝し、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。なんか神様が内臓の癒しをされる時っていうのはもうといろんなパターンがあって、言葉が来る時ももうほんのわずかあるんですけど、ほとんどはなんかこう塊のようにしてなんか見えるんですよね。だからあこれは肺かとか肝臓かとか、私は一生懸命、まあ、この医学書を見たんですけど、でもやっぱりわからないんですよね。もうわからなくてもいいよね、もう信じて受け取る。だから詳しく自分のことが言われなくても主は放っておかれませんからね、受け取ってくださいね。でもういつもね、もうくちゃ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 文句言っているものよとかね、もう喜んだと思ったらすぐに落ち込むものよとかね、もうなんかいろいろあったんですよ。もうどれも自分に当てはまりそうなやつが、みんなね、答えは何だったと思います？私は神である、神は愛である、って本当にこれにつきます。では感謝感謝感謝、献金を捧げたいと思います。献金を捧げますが、私はもうこの感謝感謝感謝はもう最高の癒しの賛美だ、同時にね、ではもうあると思ってるんです。だからこの賛美仲間という言葉が、なんか先月はね、今月かな、出ましたよね。もう病も悲しみも痛みも怒りすらもう賛美仲間、もう賛美することを想像して、だからもう感謝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 ってね、揺れてる姿を想像しながら、自分の悲しみだってなんか形を作ってみてください。揺れてる感じがしてね、そうすると本当に感謝とされて、十字架の力がそこで働くから癒されます。本当に癒されるんですよ。もういつもいつも癒されてって、どうどうって、本当にそうなのとかね、もういろんな声はね聞こえるんですけどね、ずいぶん減ってきたんですよね。それがもう以前はね、まだ言ってるとかね、いっぱい聞こえる。もう本当にキリストの十字架はなってるんですよね。それがどんなにすごいことか、溺れる子にね、自分の子供を差し出した神様の愛ですよね。あれを愛って言うんですよね。その愛がなってるし、愛がみんなにもう一人一人すでにもう満ちてるんですよ。だからもう、ね、はい、感謝感謝いきましょう。感謝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 
けれど、最初のゆっくりした感謝は、あ、こういうゆっくりした感謝で歌いやすい人がおられるんだろうなと思ってたんですけど、その時にもね、いろんなの来たんですよね。特に今日は他の宗教の神様を信じている人の話をしたからかもしれませんけれど、ご自分あるいはご家族とか祈ってる人に、なんか他の宗教の神をね信じてる人がおられる方が多かったのかもしれませんね。なんかね、その痛みをね感じたんですけどね、早くの早い感謝感謝感謝になったらピューッと飛んでいった。本当にね、もう困ったことも辛いことも、ね、もうそういう頑固な人のこともみんな感謝、本当に感謝で進んでいきましょうね。で、私はこのその話の時でしたけど、私たちは本当に霊と誠の礼拝を捧げたいと願っている群れですよね。キリストを本当にキリストとして崇める、もうそれ以外には関心のない群れですけど、その群れに神様がやはり特別な願いを託しておられる。私たちにしかできないことをね、今せよって言われている気がして仕方がありません。西島さんとの出会いも今私たちに願われていることをせよって、それはもう霊と誠の礼拝、府中礼拝なんだと思います。最後にカテルナステルを賛美します。私は神であると言われる方の
願いが、願いだけがなりますように。神の愛が、御子キリストイエス様の愛が、御霊の愛がここに全地になりますように。アーメン。